皆さんこんにちは、かずみちです。今日はですね、ようやくですね、プラグとエアクリを買いにトライアンフ東京さんですね、5月1日だったかなにグランドオープンしたトライアンフ東京さんにね向かっております。本当長かったですね。前回前々回かな、あのナイトランツーリングっていう動画でね、あの冒頭で話してましたけどね、1ヶ月ぐらい前かな、もうその1ヶ月ぐらい前にね、あのパーツは注文してあったんですけどね、なかなか仕事の休みとね、こう今梅雨時ですからね、ちょっと天気と、あとはディーラーさんのピットのね空き状況がなかなか合わずに、交換できずにいたんですけどね、ようやく、今日もちょっと天気怪しいですけどね、俺がツーリングとかどっか行くときは毎回ねこんなこと言ってる気がしますけど、あとあれですね、せっかくディーラー行って作業がね、小1時間ぐらいかかるってことなんでね、なんか試乗させてもらえる車種があればね、試乗したいなと思ってますね。来る前にね、最近こうちょっとね雨続きでバイクもすげー汚かったんで、あまりにもねその汚い状況で持っていくのはねあれかなと思って、一応ねざっとね水洗いだけはしてきたんですけどね。本当はね結構ガチな洗車してね1本動画作りたいなと思ってたんですよね。こうデートランをね泡姫状態にしてね、泡にして、きっと皆さん泡好きですよね、泡系のことはなんでね、ちょっと泡デートの動画を1本作ろうと思ったんですけどね、ちょっと時間がなくてね、ざっと水洗いだけになっちゃいましたね。どうせね今ガチで洗ってもね、また来週雨予報なんでね、いいかなと思っております。前回ね、ストリートトリプル RS、今年の新しいモデルですね、をですね、まだ GoPro がない時にね、試乗させてもらって、でパチンコ屋のね、試乗途中のパチンコ屋の駐車場に入れてね、ああだこうだっていうね、インプレッションやってたんですけどね、その iPhone で撮影しながら、家帰ってきたら撮れてなかったんでね、あれは完全に痛えやつだったな。なんで今回はねちゃんとしたレビューをしたいなと思ってますね。なんか一回ねスラックストーンR乗ってみたいんですよ。R じゃなくてもいいんですけど、最近ちょっとね気になる1台としてね。お、向こう側からこのね八重が来るとは思わなかったな。この大通りだからね、明らかにもう 90% 気づかれないだろうっていうね八重が飛んできましたけどね。そう何の話だっけ。そうでスラックストーンRがねちょっと最近気になる1台なんですけどね。デイトナー、このデイトナーはねもう明らかにねもう直すのに10万かかってね、その1台買った方が早いよっていうぐらいになるまではね、できれば乗り続けたいなとは思いますよね。ただね、新しいデイトナが出るのか出ないのかは分かりませんけどね、自分の中ではかなり期待はしてるんですけどね。その新しいね、トライアンフのスポーツエンジンのね、マッポがまたいるな。何やってんだ、これ。新しいね、ストリートトリプル RS のエンジンのちょっとね、レーシングスペックバージョンみたいなね、エンジンが、その Moto2 がね、2019年から独占するっていうことで、それを受けてね、新しいデートナーがもし出るんであればね、19年か20年か、東京オリンピックぐらいの年に何かしらの動きがあるのかもしれないですよね。そうなったらね、ちょっと考えるかもしれないですけど、さすがにね、その頃になればね、今流行りのそのトラクションコントロールとかね、エンジンのモード切り替えとか、その辺もろもろついてくるんでしょうけどね。今やね、もう国産のバイクだと、ね、CBR250WR を筆頭としてね、その 250cc でももう、その辺の装備がついてきてますからね、
このデイトナが2013年なんで、まあ本当はねこれにその辺の機能がついててもよかったんじゃないかなと思いますよね。やっぱ日本の国産のバイクのねその最新の技術ってやっぱすごいですよね。すぐ取り入れてきますよね。もうどうかすると今やねその原付もヘッドライトが LED になるんじゃないかななんてそんな時代ですからね。もう 250cc400 とかその辺の排気量になってくるともう LED ヘッドライトは当たり前ですね。標準でついてますし、250だからいらねえだろうって思うんですけどね。そのトラクションコントロールとかもつけてきてね、まあ、ただ値段がねバカだけっていう。250にねやっぱ80万は出せないですよ、まあ、よほどねそのバイクに惚れ込んでる人だったら別ですけどね。ちょっとねまあだからどんなもんかっていうのはちょっと乗ってみたいですけどね。 CBR ね、近くのねホンダドリームに聞いたらね、まあうちは試乗車を下ろす予定はありませんって言われちゃってね。まあ一応あれ目玉車種じゃないのかなっていう、1台ぐらい下ろそうよって感じはしますけどね。 R25 女で乗ってる人かっこいいよね。 SS 乗ってる人とかね。そうこれから行くトライアンフ東京さんはね、まあ今日初めて行くんでね、まあいろいろインターネットで調べてたら、まあ新しくできたばっかりっていうのもあるのかもしれないですけど、結構な門構えでね入りづれえなっていうね、ちょっとなんか敷居の高さを感じるなっていうね、タキシードに蝶ネクタイでもしてけよかったかなと。まあプラグとエアクリの後はねそろそろブレーキパッドも変えなきゃまずいんですよね。というのもね、まあちょっと前にねあのナップス行った時にそのベスラっていうねブレーキパッドのメーカーのなんかイベントみたいなのをやっててね、そこであのトキヒロミさんがねトッキーがねそのベスラの看板持ってあなたのバイクチェックしますよみたいにやってたんでね、チェックしてもらったんですけどね、その時にまあそろそろ交換ですねなんて言ってたんで、次はパッドを変えなきゃまずいんだよな。そう最近ねまあイベントに行くとねそのバイク関連の女の子がね結構いるところに行ってしまってね、ちょっとエロ親父化してきてますけどね、まずいね。そうでまあその時ひろみさんに始まってね、でこの間あの動画上げさせてもらってますけどね、あの丸ごとバイクフェスティバルっていうところでねっていうイベントでね、その岸田あやみさんね、あやみんこと岸田あやみさんがね来ててね、まあなんか記念にねステッカー買ったらね、まあ動画とかね写真一緒に撮ってくれるってね、まあ記念に撮ったんですけどね、バイクの楽しさ無限大なんですね。俺若干顔引きつってましたけどね、緊張してたんでしょうね。まあ孤独なロンリーウルフというのはそういうもんですよ。ロンリーウルフは結構ねテレアなんでね、なかなかね偉そうに、ね、自分でバイクの楽しさ無限大ってちょっとやろうよとか言っときながらね、横に来られるとちょっと顔が引きつるっていうね。いやいやお恥ずかしい。お、またマッポいるな。なんだいなんだい。そういつだったかね、その友達とねそのツーリングに秩父に行ったわけですよ。で帰りにねその信号で止まったら、まあ先頭に大回りそのパトカーがいてね、で後ろに俺ら3台になったんですよね。まあ今のこういう状況ですね、前がパトカーで3台止まってね、なんかちょっと気まずいなっていう感じだったんですけどね、そこでね何を思ったか、いきなりねアクセル空ぶかしするんだ、ブーンってね、その中で車内でね明らかにバックミラーでこっち見てるんで、ね、あれだね気まずかったな。
えてきたな。なになに、トリウムフ、トリウムフに着きました。どこ止めんだこれ。はい、というわけでですね、トライアンフ東京さんで整備をしてもらって、帰ります。いやー結局ね、3台作業を待ってる間に、試乗させてもらいまして、ボバーとですね、スラクストンと、まあ、あとストリートトリプル RS ですね、この3台試乗させてもらったんでね、またね、編集次第その動画もアップしていけたらなと思っております。やっぱりね、お店はね、新しくできただけあってね、すごい綺麗ですね。で、2階建てなんですけど、2階はね、アパレルなんかも結構充実してて、で店員さんの態度もすごく良くてね、すごく親身でいいディーラーさんですね。まあそれでね、作業終わって、まあ、小1時間ぐらいね、そのピットの方とね、椅子に座って話をしたんですけどね、まあやっぱりデイトナの話になるわけですよ。で、まあ2019年からね、エンジンサプライヤーになって、まあもちろんね、そのデイトナの登場もね、期待しちゃうわけなんですけどね、まあ一応店員さん曰くね、そのトライアンフジャパンさんは新しいデイトナのね、企画とかね、開発は全くしておりませんとトライアンフジャパンは言い切っているそうですまあ非常に残念な話なんですけどね。まあどうしてもね、そのデイトナが消えていった背景にはね、そのやっぱりミドルクラスの SS がね、どうしても下火になっていってるというところで、まあ高い開発費かけてね、採算が取れるかっていうところで、まあ国産のねスーパースポーツもどんどん削っていってるじゃないですか。まあそういう背景を受けてね、デイトナが、まあ排ガスの規制の問題もありますけどね、そこまでお金をかけて排ガス規制を通して採算が取れるのかっていうところを考えて、まあ結局デイトナが廃止になっていったっていう背景はありますけどね。まあでも今はね、そうね、トライアンフジャパンさんはそう言い切ってるみたいですけど、まあわかんないですよね、2年後ぐらいにそのね、またエンジンサプライヤーになって、モト2のね、そのミドルクラスのレースなんかが盛んになってくれば、まあただそこでなければもうないでしょうっていう話ですね。なんでデイトナの新型は、まあ、話が出てくるならこの 1,2 年で出てこなければもうないっていうことですよね。まあ今回ねプラグとエアクリをセットで交換しましたけど、どうだろうな、多少滑らかになった、エンジンの回転が滑らかになった気がしますね。完全なプラシーボですけど、まあ交換した部品見せてもらいましたけどね、まあエアクリは多少汚れてましたけど、プラグは全然ですね、まだまだ使えそうな感じでしたね。まあただね、メーカーも2万キロぐらいで交換しましょうって推奨してるぐらいなんでね、まあちょうど1万8000キロでやっといて損はなかったんじゃないかなと思いますね。まあね、今回使用させてもらった3台の中でね、一番面白かったのは実はね、ボバーですね。まあジャンルがね、 SS からああいうちょっとアメリカンテイストなクラシック系のバイクなんで、ジャンルが違うから一番ね印象深かったっていうのもありますけどね、新鮮さがあるっていう意味で。
まあ、トルクがすごい強かったし、まあね、なんか乗り心地が良かったし、ツーリングするには最高な1台だなと思って、ちょっと欲しくなっちゃいましたけどね。まあ乗り出しでだいたいボバーで170、80くらいって言ってましたからね、そう大すると買えませんよね。まあね、いつか SS を降りる時が来たら欲しいなっていう漠然と思える1台になりましたね。まああとね、ストリートトリプル RS ね、まああれはね、1回使用してるんでちょっと感動は薄かったですけど、まあ、やっぱり乗りやすいなという印象ですね。もうあとスラクストーン R、 スラクストーンはね、やっぱ最初ちょっと舐めてかかってましたけどね、モードスポーツにしたらね、急に化けたんでね、あれはちょっとびっくらこいたな。でまあスラクストーン買うんだったらデイトナーを維持してた方がいいなっていう気がするな。はい、というわけでですね、今回の動画は新しくできたトライアンフ東京さんにですね、プラグとエアクリを交換するついでに3台試乗させてもらいました動画でした。まあね、新しくできたばっかりで、すごくフレンドリーなディーラーさんなんでね、最初ちょっと敷居高いかなと思ったんですけどね、いやそんなことなく、すごく入りやすくてね、話もしやすいディーラーさんだったのでね、皆様も一回行かれてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、この先多分カンパチでクソ渋滞になると思うんで、今日の動画はこの辺で締めさせてもらいたいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。